สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวีมเซนเซค่ะคันไซอีโกโกชันเดเรยองกาโซเย้今回は阪神元町駅から徒歩約15分阪急神戸三宮駅から徒歩18分のアクアリウムバイアートアトアやってきました。イエーイ。ビーム、いろんな水族館行ったことあると思うけど、北海道から沖縄まで行ったんですけど、ここは初めてなんです。神戸は初めて。初めて。実はここの水族館は他とは全然違う。何？変わった水族館だから楽しみにしててください。楽しみ。ちなみにタイは水族館ある、うん、あるけど日本ほどじゃないね。めっちゃ少ないと思う、日本と比べたらね。だからタイ人が、まあ、日本に来て水族館も一つの楽しみだよ。あ、そうなの。そう、水族館目当てに来る。そう、へえ、そういう人もいるんだ。そう、ここも おすすめですよね、うんうんうん、まだ見てないけどね。うん、OK。 ガンバイアクアリウムバイアートアトアガンカー、バイガンバイガン。お名前聞いてもいいですか？おい、สวัสดีค่ะ、シュービームค่ะ。わ、難しいやつ。สวัสดีค่ะ、เข้าใจภาษาไทยไหมคะ？泰国わかりますか？泰国、わからないです。どっち？すごい表情もすごい。VTuberだ。あとスペイン語が少しわかるんですが、そうなんです。コスタリカ出身なので、スペイン語がちょっとだけなんですけど、わかるんですよ。かわいい。コスタリカのカエルなの？そうなんです。お話してくれて嬉しかったですよ。タイ語も勉強しといてくださいね。頑張ります。タイ語でありがとうってなんて言うんですか？タイ語でありがとう。カップンカップンですか？カップンカー、カップンカー、カップンカー。 Yes, yes, OK。 おー、カップンカー。上のこれは魚じゃない？そう、色変わる。おー、変わるね。かわいい。いろんな魚いるじゃん。青い魚。これは楽しく見られるね。エビがいる。結構深い。これはタイ人が食べられそうな。あれじゃない、運転じゃない、運転じゃない。ピラニア、ピラニア見たいんだよと思って。これは食べられないのかな。このピラニアにってこと、うん、じゃない。一緒に生きていけるんだ。おお、4匹。怖い ね。グッピー。グッピー、かわいい名前だ。グッピー、綺麗だね。ヒレが、後ろの尾ヒレが、うん、これはタイにもいそうだね。わかんないね、日本の魚とタイの魚、うん、やば、何これ、ちっちゃ。これも同じ。これ子供なのか。子供でしょう。あ、そうなんだ。さっきと違うね。うん、うん、なんかいい匂い、うん、サメかな、これ。サメでしょ、サメ。え、これすごい。海にやばいよ、みたいね。海にいるみたい、ほんと。なんか周りも水色系の照明だから、すごいはっきり見える、うん、ここずっと見られそう、ね。ちなみに下がなんかフードコートっていうかレストランになってるんだけど、そうそうそう、下も透明になってるから下から魚が見えるらしい。こっちからは見えないね。こっちからは全然見えない。なんか虹っぽいのがいっぱい見えるけど ね。立ってる魚がいる。ヘコアユ。ヘコアユ。ヘコっていうの速さ。立ってるアユじゃない。あ、立ってない。下を向いてる。そう、下を向いて泳いでる。横はいけないのか。でも 横向きになって高速で泳ぐこともあるって書いてある。あ、そうなんだ、うん、これさ、見たことあるの、女性に人気なあの魚。そうなの。これさ、ぬいぐるみ持ってるよ、うちに。あ、そうなの。あの、ね、ぬいぐるみで手首みたいな。手に入れるやつ。そうそう。全部で40センチぐらいだったよ。マジで。だからやば、結構土の中入ってるよ。すごい、なんかここは空気がもわっとしてて、うん、ジャングルの中みたい。何、匂いもね。ね。いろんな生き物がいるんだろう。ここはメンテナンス中。あ、そうか。カメが普通に歩いてるらしい。時間帯によるのかもしれないけど、ほら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 。おお、でかっ。本物？でっか。ゾウだと思ったよ。大きいね。やばいね。何してんだ。食べてんじゃない？食べてるよ。餌食べてる。タイのカメはさ、空心菜食べてるってわかる？あ、そうなの？うん。それ似てるんじゃない？なんかちょっと似てるよ。まあ青物、青い野菜食べてる。へえ。これここ出てきて大丈夫な？あの中だけじゃないんだ。大きいね。ショコラちゃん。うん。でか。あなたと変わんなくない？こうしたらさ。あなた、ちょっと、うん、同じぐらいだよ。マジで。でもそっちの方が重いと思うね。まあそうじゃない。甲羅があるからね。え、何これ？タルマワラビ。ワラビ。なんかウサギとネズミのカンガルーの。ネズミ要素どこにあるの？耳。あ、耳？あ、耳ネズミっぽいでしょ。耳ネズミっぽい。おおお、ジャンプしてる。ジャンプはカンガルーっぽい。うん、そう。でも甲の形はウサギっぽい。そう。その3つが混ざってる。そう、カンガ、ウサ。違う、ワラビだって。新しい名前つけなくていいから。
これ本当のネズミだよ。ネズミって書いてある。ネズミがいない。アフリカチリネズミ。あ、2匹いる。いや、2匹かわいい。超小さい。うん。ヘビ。綺麗、色が。エメラルド。ルドツリーボール。本物じゃないみたい。静かすぎる。でも瞬きしてるんじゃない。瞬きするの。しない。しないんだね。そうか。わかんない。これは。これはカデバネズミっていう名前のネズミです。ネズミ。毛がないってことですか。はい、もう名前の通り毛がなくて、毛がないネズミ。レッパで。あ、レッパ？レッパ？レッパ裸？裸レッパ。シューラーもあまりコメント。毛がないのは寒くないですか。この人間もこれは特別の生き物。人間も毛あるよ。まああるけどちょっとでしょ。3階に上がってきました。お、ここ何がありますか。ここはなんかね、タコの絵見える。見えます。あそこ、あれが迷路になってたり。そうですか、なんかね、やりましょう。そう、実験っていうか、なんか科学へのなんか、ね、はい、動物への興味をそそるようなものが展示されてます。おお、これこれこれ、これがあ、スタートって、これ迷路、スタートスタート。いや、これ難しいでしょ。どうやるのこれ。だからこの道をこう逃げ。おお、いい感じいい感じいい感じ。すごい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 。あれ、あ、え、こっちだ、こっち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 。しょー、違う違う、下下下しょーしょー。いいわね、モリモリじゃない。上まで行くの。いけるいける。すごいね、帰った人。帰った人すげえなと思う。え、どこだ。終わった終わった。あれ行けない。あれ、皆さんもよかったらね、あ、こっち行ける。 やりに来てください。もう終わり。綺麗のが言える。本当だ。なんでこんな水玉になってんだろうね。ねえ、生き物って面白いね。うん、この層は何でしょうか。顕微鏡を使って生き物とか石を細かく見ることができる。見たい。見たいでしょ。どんな、すごい細かいところ。中はどんなものか。そうそうそう、体の中とか、そう、足がどんな感じになってるかとか。見ましょう。蜂の巣？蜂の巣？これ蜂の巣じゃない？巣も巣も。おお。すごい細かい、毛の一本一本も見える。面白いね、これも見られるのかな。すごくいい機械だね、これ。はっきり見えるわ。ねねね、鉄？鋼、鉄鋼。綺麗だね。何これ、怪獣みたい。スッポンじゃないの。違うと思うよ。スッポンで書いてある。スッポンか、ごめんなさい。わー、すごい、すごい。これ絵じゃないよね、本物じゃない、うんうん、本物本物。すごい綺麗。すごいよ、色変わるし、魚がいろんな色。水の上歩いてるみたい。ね、すごい。すげえ。プロジェクションマッピングもあるからさ。ね、すごい綺麗だね、うん。水滴もついててるからさ、本当に水の上を歩いてるみたい。そうだね。ね。魚にいる。みやびで書いてるのこれ。みやびってどういう意味？上品。ああ、まあ。みやびやかでなんか綺麗。わかるわかる、うんうんうん。こういう雰囲気のこと言うんじゃない？うん。みやびやなって。飽きないよね、いろんな色とさ、うん、音楽の雰囲気とかさ、そういろいろあって。デムキメガネ描いてくる。意味デムキ。これはこれでかすぎるの。もう出てるよ目が。パン粉みたいにここにボンってついてる。これ目な。これは違うね。あ、これだけが。これは竜筋。やば、綺麗。これもすごいキラキラしてるね。うん、なんか飾りがいいね。ね、白白っぽい。白なんだけど鱗が、ね、綺麗に浮き出てて。そうそう、ラメが。そう、ラメラメラメがある。アズマニシキ。この金魚の種類、いろんな金魚がいるね。ランチュー、これもメガネでかいやつ。これもそう、あ、まあ、金魚の王様だったよ。上から見たらみんな寄ってくるよ、うんうんうん。来ました、ガチャガチャ。いつもはガチャポンで餌を買ってやるんですけど、うん、この中は餌なんだね。この中には鯉の餌とおみくじが入ってます。何でしょう。家族やパートナーに愛情を表現すれば幸せに過ごせるでしょう。同じ同じ同じ。全く同じだ。魚めっちゃかわ、魚じゃない、餌めっちゃかわいい。一個ずつ開けてみる。ピュー、食べるかな。おお、来た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 。いや、暗くても見えるよ。綺麗だね、これも。はよー。え、めっちゃ楽しい。来た来た、みんな来た、みんな来た。めっちゃいいね。フィオ。シュッ。でかいでかいでかい、こいつ。お、これ、ね、これ。これもでかい、大きい。これでかすぎ。うん。すごい音楽と、あとこれ、うん、絵は切り絵なんだって。うん。切って。
切って、あのなんか画用紙とかを切って作ったやつで、すごい細かいね。そうそうそう、四季の春夏秋冬を表してる、うん、めっちゃ綺麗だよ、うん、飽きないよね、全然さらにいろんなものあるし、そう、これは何だろうね、この糸は滝なのかな、何を表してる、滝じゃない、滝かな、うん、ね、綺麗、下も椿じゃない、これ本当だ、下もいい感じ、この花は何の季節だろう、でも冬なんじゃない、椿、椿冬じゃないと思うよ、あ、そう、すいません、おおおお、なんかずっと動いてる 3D の世界に入ったみたいな感じ、宇宙の世界、どこの世界、 3D 世界の中に入り込めるよね、それぞれのテーマの中に、うん、エビエビエビ、おお、赤、真っ赤じゃん、え、かわいい、これも水玉じゃない、うん、あとヒゲがすごい多くない、普通のエビより、1、2、3、4、5、6本、うん、6本もあるよ、白星、赤、赤もエビなんかやってる、なんかやってる、なんか見て見て見て、はやっ、口動かしてるの、何やってんだろう、何それ、下見て超早い、もうなんかシャーってやってる、これは歩ける魚だ、え、足あるの、あ、なんかヒレ、ヒレで、そう、歩いてる、なんかちょっと歩いてる、うん、これがメインの球体の水槽、すごい、ほんと惑星をイメージしてるよね、すごいね、ね、大きい、まずこの霧、霧の演出、見えるかな、見える見える、うんうんうん、なんか、どんなに、なに、なに、宇宙から深海をイメージしてる、今この惑星地が宇宙でしょうよ、で、魚は深海、海でしょ、その融合っていうか、それをイメージしてる、ただ見るだけじゃなくて、なんか感じ、肌の感じとか冷たさとか暑さとか五感で感じられるよ、感動します、これは日本で一番大きいらしい、3メートルある、そりゃそうだね、でかいもんね、近く見てもいいし、遠くから見ても綺麗、ね、かかってるように見えて、そんな綺麗、レーザーポインター、すごいすごいすごい、すごい、触れそうなんね、水の中にいるイメージじゃない、やっぱそう、うん、波があって、ああそうじゃない、おお、めっちゃきた、おお、すごい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 、宇宙にいる感じ、だからさ、踊りたくなってきた、なんでじゃないかな、普通に落ち着いてください、すいません、くじやります、はい、くじ1回1000円のぬいぐるみくじ、伊藤ありありあり、これこれ、大丈夫大丈夫大丈夫だよ、お、できてる、出そう出そう、はぁー、ヌーソンさん、はぁー、3等これ模様は同じでしょ、どれも同じ、あ、これにしましょう、はいはい、はい、やったー、さよならさよなら、これにもう持って帰れない、バイバイここもいろんな体験ができるみたいで、一つ面白いのがあるんで、ちょっとそれやってみましょう、ある動物のお尻の匂いを嗅げる、マジでこれです、これ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 、いろんな動物のお尻だわ、あ、そうなんだ、これはここから顔を近づけると出てくるんで、マジでやっぱ怖いんだけど、怖いんだけど、顔ここここ、マジで、うん、怖いよ、なんで、なんでうん、なんか食べ物の匂いがする、どれ、食べ物みたいな匂い、ふいまあ確かになんか、なんか薬の匂いだね、なんか漢方みたいな、まあまあ臭くはないですよ、まあ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 、そうだね、なんか臭い、臭いは臭い、臭い、これもできるの、これもできる、お尻の部分を手でやると、うん、なんかこれは何の、なんか香水の匂いがする、おお、あ、でもこれあんまり臭くないね、うん、面白い、これ初めて見たよ、ね、こういう、ほんなんか野菜の匂いがする野菜の匂い、野菜食べてるからじゃない、そうじゃない、葉っぱ食べてるから、これトラ、トラじゃない、えやばい、やばいよ、やばいやばい、これやばい、私は一番やばい、確かに野菜の匂い、あ、青い野菜の匂い、何一番広い、これやばい、これやばい、これやばい、こっちよりこっちの方がやばいかも、4階のカフェに来て、誰
休憩したいと思います。イエーイ、来ました、ご飯。めっちゃ可愛いよ、ね、これ可愛いね、表情超可愛いよ、今まで一番可愛いよ、こういう食べ物で、ああ食べ物の中で可愛い、手乗りカワウソマン、うん、手に乗るカワウソマンね、可愛いわ、可愛いすぎ。これが、これは何ですか？クロコダイルドッグです。クロコダイルドッグ。クロコダイルドッグ。ワニの肉を使ってる。本当に？そう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 。もうマジでこのソーセージ、ワニの肉。本当に？クロコダイルドッグ。これは、ハニーレモネードソーダ。うん、お、乾杯。イエー、お疲れ様です。うん。うん、あ、そうだ、すっきり。うん。いや、もうこれ難しいよ。かわいいね。うん。耳から。うん。うん。チョコレート。チョコ。チョコ。うん。なんかふわふわそうだね。超ふわふわ。ね。うん、美味しいよ。うん。うん。かわいそうな味する。あのね、すみません。ハメ食べちゃったんですよ。バカ。クロコダイルドッグもいただきましょう。これはなんだ、ソースはアボカドソースか。うん。多分。うん。噛み応えというか食べ応えがある。どう？でも言われなかったらワニの肉だって思わないね。まあ。どう？歯の肉と同じ。ちょっと硬いかも。ちょっと硬い。うん、ちょっと食べてみたい。うんうん、肉だけ。言わなかったら分かんないの。もう言わなかったら分かんない。全然分かんない。食感がいい。なんか、うんうん、ボリュームがある。美味しい。ビアビスソフト。いちごミルクかな。いただきます。どう？うん。甘い。うん。なんかヨーグルトっぽい。そう。うん、うん。いちごヨーグルトみたいな。確かに確かに確かに。うん。美味しい。甘さがちょうどいいし、ね、うん、ちょっと酸っぱみもあるから、うんうん、そうだね、美味しいね、うん、もう2人食べた方が楽しいし、うん、結構量があるね、うん、そうね、下までずっしり重いもん、これいや、濃厚、うん、わー、カピバラとカワウソとペンギンのコーナー。カピバラってさ、ずっとつまらなさそうな顔してるよね。そはい、今2レオ、早い早い、こっちこっちこっち、こっちこっちこっち、来た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 、え、マジ？分かるの？来てるよ。そうそう、来てくれた。来た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 。すごーい。こっちなんかブランコあるね。ね。遊び道具がいっぱいある。ね。うい。うい。え、魚みたいにふーって上がってきたね。くねくね。ハロー。かわいい。何匹？2匹いくの？2匹だな。ペンギン。はいはいはい。あなたのお尻は臭くない。おいおいおい。おいおい。結構激しく泳いでるね。最後はペンギン。ペンギン。いやー、なんかね。餌やりが毎日12時からやってるらしいね。おー、10分ぐらい。見たいね。ね、見たかったね。今回はアクアリウム by アートアトを巡りました。それぞれの場所でいろんな見どころがあってとっても良かったなと思います。めっちゃ楽しかった、ね、目でも楽しめるし、なんか肌とか匂いもね、それぞれのフロアであったりして、本当五感で楽しめる水族館だなって感じで良かったです、うん、ぜひね、皆さんにもね、うん、来てほしいと思います、はい、そして今回関西イコイコチャンネルをご覧の方限定で、ご来場の際関西イコイコチャンネルの画面を見せてくださった方にアクアリウム by アートアクアのオリジナル Q ファイルをプレゼントします。ランダムでどちらか1枚がもらえます。ぜひ遊びに来てください。次の動画でも関西にイコイコと思ってもらえるような紹介をしていきますので、ぜひ登録高評価よろしくお願いいたします。コメントも忘れないでね。ガンバイガロイアクアリウム by アートアクア、バイガン、バイガン。